それでは一緒に読んでいきます。小さいお子さんは、ひらがなだけでも構いません。こっちは一緒に言うか、後から言ってください。それから、そうですね、大人の方も、ええー、とにかく繰り返しが大切なので。えっ、ー、と、我々、大人になって、まあ、大きくなってから英語を勉強する人たちは、小さい時の英語って経験してないんですよね。 ですから、えーまあ、大文字だけの英語っていうのもなかなか目にしないでしょうし、やっぱりそういうところを通過して初めて全てあの、えー、オールランドに、えー、っと英語ができるっていうことになるので、簡単ですがやっていきましょう。あの小さなお子さんは、あの今回みたいなこの優しくない難しいやつがあった時には、 聞くだけ、もしくは聞かなくても構いません。音が流れてるだけでいいですから、それ5分、1日5分。ですから、お家の方がそれをスマホでいいですから、そこら辺にほっぽっといて、音が流れてる、あるいは画面がそこら辺に、まあ、お子さんが見なくても、えー、画面がどこかに流れてる。テレビでも構いませんね。あの、それで大丈夫です。そういう環境が大切ですから、1日5分でいいですから、えっと、どれでもいいですから、私のこの、 え、動画の中のどれでもいいです。あの、毎日アップしてますから、新しいのでもいいし、古いのでもいい。構いませんけど。えっと、お子さんに、えっと、まあ、聞かせるというか、あの、そこに環境音として <laughs> 流すっていうことで、車の中でもいいですね。はい。じゃあ読んでいきましょう。せーの。りんご、アップル、猫、キャット、犬、ドアグ、机、デスク、先生、ティーチャー、お母さん、マダー、 お父さん、ファーダー。色、カラー。魚、ティッシュ。ボール、ボール。世界、o ールド。教室、クラスルーム。朝の会、モーニング、e e ティング。おばあさん、グランドマ e ー。おじいさん、グランドファーダー。新品、ニュー。リンゴ、アップル。車、カー。机、デスク。先生、ティーチャー。お母さん、マ e ー。 漫画、漫画、アニメ、アニメ、テレビ、TV、トラック、トラック、走る、Run、新品、New、リンゴ、Apple、車、Car、机、Desk、先生、Teacher、鈴木先生、Miz 鈴木、木村先生、Mr. 鈴木、Mr. <laughs> 木村、いちご、Strawberry、 バナナ、バナナ、トマト、トマト、ツクエ、デスク、先生ティーチャー、スズキセンセ、ミズ、スズキ、ピンク、ピンク、リンゴ、アップル、クカー、世界、ワールド教室クラス、ルーム、朝の会モーニング、ミーティング、グおばあさん、グランドママザー、おじいさん、グランドファーザー、シン new りんご apple 車 car 机 desk 先生 teacher お母さん mother 漫画漫画アニメ anime テレビ tv トラック truck 走る run 新品 new 大きなボール big ball 小さなボール small ball な eggplant、卵、egg、ゆで卵、boiled egg。読みましょう。ABC ね。せーの。ABCDEFG。もう一回 ABCDEFG。E, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのまみむめもやゆよらりるれろケーキケイクタコアクタパスごはんランチ。